皆さんこんにちは、鍵盤奏者ハヤトです。先日ですね、ボールが来る前に予想する方法という動画を投稿させていただいたんですけども、その動画に対して視聴者の方からこんなコメントいただきました。分かりやすい解説ありがとうございました。順横回転や逆横回転サーブの時の返球予想もお願いします、というコメントをいただきました。コメントありがとうございます。前の動画ではですね、自分が上回転サーブを出した時と下回転サーブを出した時に相手がどういうふうにレシーブをしてくるかっていう予想を立てるというお話をさせていただいたんですけども、今回はですね、コメントをいただいたように横回転のサーブを自分が出した時に相手がどういうレシーブをしてくるのかという予想を立てていきたいと思います。じゃあ前回と同じように例題を出していきますので、ぜひ皆さんもね、一緒に考えていきましょう。自分が相手のバック側に順横したサーブを出しました。その場合に相手は何をしてくると思いますか、ということですね。順横したサーブですね、これを自分のバック側から相手のバック側に出しました。その場合に相手がどんなレシーブをしてくるのかっていうのをちょっと考えてみてください。ちょっとシンキングタイムということで、もちろんね、相手によっていろんな可能性っていうのはいっぱいあるんですけども、その中でこういうふうにレシーブされる可能性が一番高いじゃないかっていうところで予想を立てて待っておくことが必要になるので、必ずしも 100-0 ということではなくて、おそらくこうやって返ってくる確率が6割ぐらいあるかなと、だけどそうならない可能性が4割ぐらいあるかなとか、もうちょっと 7-3 とか 8-2 とかね、あくまでも可能性っていうのはそういう割合で考えて、より可能性の高い方で待っとくということになるので、自分が順横したサーブを相手のバック側に長く出した時にどうやって返ってくる可能性が一番高いのかという予想になります。こうなる可能性もあるよね、こうなる可能性もあるよね、これもあるよね、あれもあるよねっていうことをいっぱい挙げてですね、自分の中で想像を膨らませながら、そのたくさんある可能性の中で一番可能性が高そうなのはどれなのかっていうところが予想を立てるっていうことなんですね。まあ、ということで皆さんどうでしょうか。もう自分なりの予想は浮かんでますかね。で、この時点で自分なりにこうなるだろうっていうイメージがつかない人っていうのはなかなか予想を立てることができてないわけだから、待つこともできないですよね。そうなるとただただどこに来るか分かんないボールをひたすら一生懸命瞬時に反応して、わっ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 とかってやってる、そうなっちゃうんですよ。それではさすがに卓球の試合はうまくいきませんので、相手がボールを打つ前にある程度予想するっていう能力が必要になります。で、この時点で自分なりの予想が全然浮かんでこないっていう人も安心してください。この予想の立て方っていうのはものすごいシンプルな考え方です。自分と相手をひっくり返すだけですね。もうこれだけなんですよ。じゃあひっくり返してみますね。相手が自分のバック側に順横したサーブを出してきました。自分のバック側に順横したサーブを出された場合、自分だったら何をしますか。これだったらもう皆さんわかりますよね。自分がそのサーブ出された時に何をしますかっていうことを考えてみてください。こうやって自分と相手をひっくり返すことによってすごくシンプルに予想がわかると思います。じゃあ私なりに予想を立ててみましたのでお話ししていきたいと思います。初心者の場合はですね、おそらく中途半端な突っつきをしてバック側に返球してくるだろうという予想を立てました。まあ初心者の方っていうのはまだ横回転に対して面を調整していくっていうことがまだできていない人も多いので、まあ普通に突っついてくるかなという感じなんですよね。で、横回転に対して普通に突っついていくと横回転の影響をもろに受けますので、順横回転サーブを突っついた場合にはバック側に返ってきます。なので私だったら初心者の方に順横したサーブをバック側に出した場合にはほとんど 7-3 ぐらいで
バック側に突っつかれることを想定して待っておきますね。まあ、なかなかフォア側に瞬間的に判断してフュッてこう突っつきを遅れる初心者の方はまずいないだろうという、まあ、そういう予想ですね。まあ、これも相手によるので、実際には試合をやりながら相手の癖っていうのを見ていかなきゃいけないんですけども、まあ、おおよその予想を立てるとしたら、このような予想が立てられるかなと思います。なので、この動画を見てくれている皆さんの中で、まあ、まだ自分は卓球始めたばっかりだなっていう方がいるとすればですね、おそらく先ほどの私の質問に対して、自分だったら何をしますかって考えたときに、下回転サブだからとりあえず突っついとくかって考えた人は多分多いと思いますよね。でそうなった場合に横回転の影響をもろに受けるのでバック側に返ってくるってことですね。でもちろんね、初心者だからそもそも下横サーブなんか取れないよねとかっていうね話をしてしまうと、もうその時点で終わってしまうので、そもそもサービスエースで終わっちゃうでしょとかって言われちゃうと、まあそういう可能性ももちろんありますが、でも予想ってのはあくまでも帰ってくるっていうことを前提に予想を立てていくので、帰ってこないなら帰ってこないでもうそれはそれでラッキーじゃないですか。もうその時点で1点入るわけですから、帰ってこなかったらそれでいいんですよ。ただ帰ってきてしまった時にどうしなきゃいけないっていうことを考えるのが予想を立てるってことなので、予想を立てる時にはですね、基本的には帰ってこないという予想は立てません。帰ってこないと予想して何にも待たないでね、サーブ出してはーとかってぼーっとしてて、でいざ帰ってきてしまったらうわーってなるわけじゃないですか。そんなのは予想を立てるとは言いませんので、あくまでもこういう予想を立てるときってのは帰ってくるということが前提になります。返されたときにどう待っておくかなので、まあその逆もあるんですけどね、まあそもそも初心者だから順横下回転サーブなんか出せませんよとかって言われたらもうそれで終わっちゃうんで、話はそういうことじゃないです。そういう話じゃないです。あくまでもシミュレーションなので、実際にはやってみないとわからないし、人それぞれ違うんですけども、あくまでもシミュレーションです。じゃあ続いて初級者の場合ですね、私が立てた予想は逆横回転のツッツキでミドル寄りのバックに返球してくるんじゃないか、この可能性がまあ6割ぐらいあるんじゃないかなということで予想を立てました。まあ初心者とか初級者っていうレベルだと、なかなかとっさにバック側に下回転サーブ出された時に、じゃあバックドライブで打っていけるかというと、まずそれはできないでしょうっていうレベルなんですね。そうなった場合にまずはツッツキという選択一択になりますね。ツッツキしかできないわけですから。だけど初級者ぐらいになってくると、ある程度横回転に対する対応はできるっていう感じになりますね。そうなると基本的には逆回転のツッツキで対応していくわけであって、順横回転のこういうサーブがバック側に来た場合にはこういう風にね、球の内側に合わせるような形でつっついていきます。そうなるとやや横回転を入れて返すような形になりますので、このイラスト通りちょっと曲がっていくような感じになるんですね。そうするとなかなかバック側に返そうと思ってもちょっとミドル寄りに寄ってしまうんですよ。ということで、まあおそらく初級者レベルの方であれば相手のバック側に返そうと思ってこうやって面を出してくると思うんですが、ただまだね、思い通りにコントロールができてないようなレベルだとおそらくミドル寄りに寄ってくるだろうと、台の端っこには来ないだろう、そしてとっさにフォア側に持っていけるかといったら、いきなりロングの順横下出されてですね、とっさにフォア側に行けるかといったらなかなか厳しいんじゃないかと思いますので、おそらく6割ぐらいの確率でこの逆回転のツッツキで角度を合わせてきて、でミドル寄りのバックに返球してくるんじゃないかというふうに思います。なので今動画を見てくださっている方の中で、ある程度初心者をちょっと卒業したぐらいの初級者ぐらいのレベルの方であればですね、まあ、とりあえず角度合わせてつくかみたいなことを想像した方は多いんじゃないかなと思います。
じゃあ続いて中級者の場合ですね。逆回転ツッツキでバックかフォアにコースがやや甘めに返球されてくるだろうという予想を立てました。まあ、中級者ぐらいになってくればですね、もうもちろん横回転に対する対応っていうのは普通にできますので、まあ、バックに返すこともフォアに返すこともできますので、まあ、おそらくバックに返す確率は高いんですが、まあ、相手によってはこうフォアに狙ってくる時もあると思うので、まあ、中級者レベルになると返そうと思ったところにコントロールはできる。ただそこまでシビアなコントロールができるかっていうと、中級者レベルではちょっと難しいという感じなんですね。あまり台の端っこにまでシビアに狙っていけるかというとそうではない。おそらくバックとかフォアにある程度安全に置きに来るっていう確率が高いかなと思います。そうなるとややコースが甘めになってくるかなということですね。でもう一つのパターンはですね、中級者レベルってなるともうバックドライバー打てるということが前提になります。長い下回転サーブが出てきた場合にある程度ループで引っ掛けていく技術はもう中級者は持っているという、それが中級者の前提になりますので、突っつくだけではなくてバックドライブという選択もできるという感じなので、バックドライブでバック側かフォア側にやや甘めのコースにループを引っ掛けていくようなレシーブをしてくるんじゃないかという予想も立てました。でこれも同じようにですね、中級者レベルの場合はあまり台の端っことかにシビアにコントロールできるところまでは行ってないんですよね。ある程度とっさに長いロングサーブが出てきた時にある程度ループでクッて引っ掛けるぐらいがもう結構限界かなというかね、それぐらいしかまだできてないっていう感じなので、とりあえず引っ掛けておけばまあいいかなぐらいの感じなんですよ。ということでループドライブである程度甘めのコースになるかなということですね。で当然長いサーブに対してドカーンっていきなりスピードドライブでバックドライブでいけるかって言ったら中級者レベルでは結構厳しいと思いますので、なので引っ掛けて返すっていうところの選択になるかなと思います。で前回はね、上級者レベルの予想も立てたんですけども、ちょっとこのチャンネルにはあんまりふさわしくないかなと思いまして、ちょっと今回は中級者レベルまでにしときますね。もう上級者の選択っていうのはいくらでもいろんなことができるっていうのが上級者なので、まあここで今予想を立てたとしても上級者って何でもできるよねって一言で言えばそういうことになっちゃうので、まああんまり意味がないかなと思いますので、とりあえず中級者レベルまでの予想を立てました。じゃあもう一回最初の画像に戻りますね。自分が相手のバック側に順横下サーブを出しました。そしたら相手はどんなレシーブをしてくると思いますかっていうことに戻ります。もう皆さんよくわかりましたよね。自分だったら何をするかっていうことを考えていくと、相手が何をしてくるかなっていうのもある程度の予想は立てることができるっていうことですね。まあ、これは将棋とかと一緒で、将棋も自分がこの一手を指すと相手が何をしてくるかっていうのは、自分と相手の碁盤をひっくり返して自分がその一手を打たれた場合に自分だったら何をするかなっていうことを考えていくんですね。だから将棋と一緒なんですよね。だから卓球っていうのは全力疾走しながら将棋を打つようなスポーツって言われてるのはこういうことなんですね。結構将棋と似てるようなところがあるんですよ。まあ、将棋ほどね、そんなに20手30手先まで読む必要はないのかもしれませんけども、少なくても2、3手先までは読んどくと、だいぶ試合の戦略とかね、結果っていうのが変わってくるかなっていうところですね。何にも考えないで、ただ来た球、とにかく一生懸命打つだけみたいな、これはダメですね。これでは勝てません。もう何にも考えないで打ってるだけっていうのは、まあ、パチスローで言えば親父打ちってね、よくありますけども、何にも考えないでバッバッバッ、バッバッバッとして、それで勝てるかって言ったら、そんな勝てるわけないですよね。だから競馬とかもね、じゃあ自分の誕生日が3月5日だから、とりあえず3と5を買っとこうかなとかって買う人いるじゃないですか。そんなんで勝てるわけないですよね。ちゃんと競馬の予想をしてるようなプロの人たちってちゃんと成績を見てですね、
オッズとかも見て、でパドックっていうんですか、あの馬がトコ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 歩いてるようなところを見ながら、あ今日あの馬は体調良さそうだなとか、あ今日勝てそうだなとかって、そういうとこ見ながらいろんなデータをかき集めて、それで予想を立てていくわけじゃないですか。だから誕生日が3月5日だからとりあえず3等5買っとこうみたいなので当たったらそんな苦労しないですよね。そんな話じゃないです。だから卓球も何にも考えないでただプレーしていて、来た球はとりあえず打っていこうみたいな、そういう人は絶対勝てるようにはならないので、もうそういう人って何にも考えないで将棋指してるようなもんなんですよ。そんなんで勝てるわけないですよねってことです。じゃあ続いての問題、今度は逆横下サーブですね。先ほどは順横下でしたけど、逆横下、まあ巻き込みサーブとか YG サーブとかっていう感じですよね。その逆回転の逆横下サーブを相手のバックに長く出しました。そうすると相手は何をしてくると思いますかっていう、まあそういう例題を作りました。で皆さんも一緒に考えてくださいね。自分が相手のバック側に逆横下サーブ出したら相手は何をしてくると思いますか、どんなレシーブをしてくると思いますかっていうことですね。じゃあこれもまたシンキングタイムで考えてみてください。まあこれももちろんね、私はまだ逆横下サーブ出せませんよとかって言われちゃったらもうそれまでなんですけど、あくまでも出したという仮定をしてください。そしてそもそも相手が初心者だったら逆横下サーブ出せば返ってこないよねとか、そういうことじゃないです。返ってくるという仮定をして予想を立てていくっていうことになります。じゃあこれも先ほどと同じようにひっくり返します。相手が自分のバック側に逆横下サーブを出してきました。自分だったら何をしますかっていうことを考えてみてください。相手が自分のバック側に逆横サーブを出してきました。皆さん何しますか？もうこれは想像つきますよね。でこれも私なりの予想を立ててみました、初心者の場合はですね、先ほど言ったように、まあ、下回転サーブなどつっついてくるとは思いますが、横回転に対する対応ができてないっていうことになると横回転の影響をもろに受けますね。でこういうふうに回転してくる逆横回転に対してこうつっついていくと当たった球はこっち側に飛びますよね。そうすると中途半端な突っつきをしてフォア側に帰るというふうに予想を立てました、まあ、これはね大体私も初心者の方と試合をやったりとかすると、まあ、逆横回転をかけるとほぼほぼね8割ぐらいはフォアに返ってきますね。まだ横回転に対する対応ができないので、もう当たり前のようにフォア側に返ってくるので、それ普通に待って3球目打っていくっていう感じになりますね。じゃあ続いて初級者の場合はですね、まあ、ある程度横回転に対して面を出していくというね、逆横回転の場合は球の外側ですね、さっきは内側でしたけど今度外側に角度を作ってきてつついていくかなというところで、で基本的には相手のバック側を狙ってつっついてくるとは思うんですけども、まだ角度が不十分だったりするとバック側までは引っ張れなくて、だいたいミドル側に返っちゃうんですね。そしてフォア側にじゃあコントロールできるかっていうとそういうレベルでもなくって、フォア側に狙ったとしてもですね、こうやって曲がっていくような回転になるのでミドル側に球が逸れていくっていうことになるので、まあおそらく6割ぐらいの確率ではだいたいミドルあたりにツッツキが返ってくるんじゃないかというふうに予想を立てています。まあもちろんこうならないケースもあると思いますけども、じゃあ続いて中級者の場合は、まあ、逆横のツッツキでバック側かフォア側に返球していくかなという感じですね。でそこまでシビアなコースを狙えるかといったらそれも難しいと思いますので、ある程度甘いコースにバックに返すかフォア側に返すかみたいな感じの2択になると思います。でそして中級者の場合はバックドライブが打てるということが前提になりますので、バックドライブを打ってきた場合には先ほど言ったようにスピードドライブはまだ打てないということの前提になるので、まあ、とっさに出てきたサーブに対しては
軽く引っ掛けていくようなループドライブになるかなということで、でコースも甘くなるかなというところで、バックに向かって返していくか、フォアに向かって返していくか、どちらかの選択になるかなというところですね。じゃあ元の画像に戻ります。自分が相手のバック側に逆横したサーブを出しました。相手は何をしてくると思いますか？という元の質問に戻ると、もう皆さん想像はつきましたよね。大体ね。まあ、このようにしてですね、ある程度自分がこういうことをやったら相手がどういうことをやってくるんだろうっていうのを自分と相手を置き換えて考えて、ある程度シミュレーションをたくさんやっておくんですね。で、普段からそういうシミュレーションをしておくと、いざ試合ってなった時に、じゃあ順横サーブ出そうかなってなった時に、じゃあ相手のバックに長く出そうと思った時にパッと、あ、そうだ。そういえばあのシミュレーション立ててたなと。今やってる相手はこのぐらいのレベルだから、おそらくこういうことになるだろうってパッて浮かんでくるわけですよね。でも普段からこういうシミュレーションを全く考えてない人っていうのは浮かんでこないんですよ。で、卓球の試合っていうのは試合中にもいろいろと考えることいっぱいありますし、緊張もするので、そういう時にものの数秒間しか考える時間ないわけですから、瞬間的にいろんなアイディアがパッと出てこないと、なかなか試合には取り入れていけないんですね。だから普段からこういうシミュレーションをいっぱい考えておくっていうことがすごく重要です。自分がよく使うサーブはこういうサーブが多いから、じゃあ自分がこういうサーブをここに出した時に、じゃあ相手はどこにレシーブしてくるんだろうって考えると、まあそれを逆に考えて、同じサーブを自分が出されたら、自分だったら何をするかなって考えると、おのずと答えは見えてきます。で、なのでレベルが高くなればなるほどですね、ある程度、もうサーブを出す前からですね、もう2手3手先まではイメージしとくんですよ。じゃあ自分がサーブ権を持ってて、じゃあこういうサーブを出した。そうすると、おそらく相手はここに返してくるから、じゃあ3球目こうしようっていう、そのあたりぐらいまでは想像しておいて、で、それでサーブを出していくわけですね。だけど初級者レベルの方っていうのはそういうこと全然考えてないので、まあ、とりあえずサーブ出そう、あ、とりあえず帰ってきた、あ、じゃあとりあえず打とうみたいな感じになっちゃう。そうするとなかなかいつまで経ってもドタバタドタバタドタバタしちゃうわけですよね。わっ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 ってわーわーってなっちゃうわけですよね。で、上手い人であればあるほどすごくね、スムーズに卓球やってるのはあくまでもこういう予想ができてるからなんですよ。次にどんな球が返ってくるのかなって考えながら打ってるから、だから上手い人のね、試合とか見てるとよくわかると思うんですけど、初級者の人たちみたいにバタ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 してないんですよ。すごくスマートにね、もう次の球が来る前にもうそこにいるんですよね。もうそこにいるっていうイメージなんですよ。だからバタ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 してないんですよね。もう帰ってくる前にそこにいるんですよ。だからそれはあくまでももうものすごいシミュレーションをもうずっと何年もやってきてるわけなので、その経験値の積み重ねで自然と体がもう何も考えなくても反応するようになってるんですよね。特に考えなくてももうパッて打ったらもう次パッっていう風に体が動くようにできちゃってるんですよね。反射で動けるようになってる。だからそこまで頭使わなくてももう体が覚えちゃってるので、もうこうしたらこう、こうしたらこうみたいな、もうそういうのが自然に反応するようになってるので、まあ、こればっかりは経験値をどんどん積んでいくしかないんですが、ただ卓球をやってない時にでもこういうシミュレーションを、まあ、私だったら昔ね、こうノートにね、いっぱい台の田んぼの田を書いてですね、ここに出したらこう来る、ここに出したらこう来るみたいな、この矢印のね、このイラストみたいなことをこう書いてですね、A パターン、B パターン、C パターン、D パターンみたいなものをいっぱい書いてってですね、あ、こういう可能性もあるな、こっちもあるな、こっちもあるなみたいな可能性をいっぱい考えてですね、で、その中で実践をやりながら、あ、こう返ってくる可能性が一番高いなみたいなことを考えてやってるんですね。だからいきなり完璧な予想は立てられないと思いますが、ただある程度自分なりの予想を立てながら、それが当たったのか当たってないのかっていうこともデータとして自分の中に蓄積させていくことによって、
大体自分が得意なサーブこれを出せば相手はこうやって返ってくる可能性が高いなっていうことをずっと記憶としてインプットしてデータを集めていって、まあビジネスで言うとマーケティングみたいな話になるんですよね。まあそんな感じでシミュレーションをしながらデータ収集をしていって、それを積み重ねていくと少しずつ予想を立てられるから試合中に動きもスムーズになるわけですよね。もうサーブを出す前から相手のレシーブをイメージしてサーブを出すのと、全く相手が何をやってくるかも全然考えないでサーブ出すのと、やっぱり3球目の対応って全然違ってきますので、まあそんな感じで常に予想を立てながらやっていくっていう癖をつけるってことですね。これが何にも考えないでやってしまうこの癖をつけてしまうと、なかなか上手くなれませんので、常にサーブを出す前に一回考える。そういう癖をつけてほしいなと思います。ありがとうございました。